はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クロホーガンです。さあ本日なんですが、皆さんフルアーマードウィングというぶっ壊れモンスターご存知でしょうか。これね、完全耐性と言われる、このカードは他のカードの効果を受けないというね、超絶強耐性を付与されている VF モンスターでございまして、 DF チューナープラスチューナー以外のモンスターで作れるレベル10のシンクロモンスターであると。はい、でこのモンスターを無敵にする方法っていうのがね、まあこれこの間なんか僕3戦目負け試合でね、採用して使われたので、皆さんもご存知かなと思うんですけども、このフルアーマードを完全耐性にする方法っていうのがありまして、これに戦闘破壊耐性をつけるっていう、これができると戦闘破壊できない他のカードの効果を受けないモンスターっていうマジでやばいやつなんですよね。そうなるとこいつを抜く方法っていうのはもう本当に怪獣でリリースするとか、なんかサロースで召喚条件でなんか巻き込んでリンクソナにするとか、そういうことしかないんですよ。はい、でこいつを戦闘破壊耐性つけるにはどうしたらいいかと、これのね素材にね兵艦っていうやつがいいんですけど、この流星のこれをね巻き込むと、こいつってシンクロ素材としたシンクロモンスター戦闘で破壊されないっていう耐性が付与できるんですね。で後から破壊穴とか打たれても別に無効にならないんで、これシンクロ召喚したモンスターに耐性を付与する効果だから、だからこいつ自身が効果無効になっても大丈夫ということがありまして、こいつを出すのにこれを巻き込めばいいっていうことなんですね。で、今回はそのルート、これをですね、確立させてきました。BF の展開って、まあ、大体シムーンかまたは旋風プラス硯から動いていくことだと思うんですけども、これ両方ともいきます、どっちからでも。闇属性のねシンクロモンスターだけで組んであります。これなんでかっていうと、シンクロモンスターしかエクストラキャ特殊召喚ができないっていう効果もあるし、あとバーターの効果が闇属性モンスターしか出せないっていう効果があるから、これ両方とも使っちゃうと闇属性シンクロしか出せないっていう縛りがついちゃうんですね。なんですけど闇属性縛りしか出せないっていう縛りの中で、エクストラデッキ、まあ、闇属性のモンスターが、まあ、結構優秀なやつがいっぱいいるんで、まあ、この辺の効果を使って、兵艦を巻き込んだフルアーマードを盾でこいつを横で置いといて、完全体制でなんか相手の展開をぼーっと見守りながら、終焉のカウントダウンを打って20ターン耐えると、こういうデッキをね、今回はご紹介していきたいと、いうふうに思っております。はい、まあ、簡単に言うとクソデッキです。デュエルスタンバイ。スモールワールド使えばいけんだこれ。スモールワールディング使えばいけそう。まずスモールワールド発動、増殖する G 一体がないな。増殖する G、 あとさ、これスモールワールド打つときさ、増殖する G めちゃくちゃ暴発するときない？なんかめっちゃ間違えてめっちゃ投げるっていうこと結構やるんだよね俺。で一旦ゼプロスティックかな、ゼプロス持ってきて、でシムーン除外して、シムーン上じゃねえ、シムーンで除外して、で旋風張ります。さあモンスターを召喚、いやお前それ特殊召喚言うんちゃうんかーい。インチ効果も大概にしろ。で効果なんもない、オッケーオッケー、うららもない、増字もない、増字は分かんねえか、これここまで召喚なんて増字不要ないんですよ。でスズリ効果発動で、黒い旋風、ちなみに増字打たれたらフルアーマーの足してエンドしてください。はい、フルアーマード立ててエンドが1枚と思います。一応ここからフルアーマードは、1回2回3回で、まあ、3枚ドローでフルアーマードいけるんで、一応はい、もしなんか誘発打たれるなみたいな時は、まあそうか、鼻声治らな、なんかもうさ、でもずっと鼻声なんだけどさ、これなんかあれ俺蓄膿症かなんかなってる、これマジでこれ2週間くらい鼻水が出続けてるんだけど、体の中の水分全部なくなんじゃねえかなっていうレベルでさ、鼻水がもう止まらないんだけど、どうしたらいいこれ、やばいなこれ、ちょっとどうしよう優勢で、一旦ランサのシャマール君の効果と、血抜き回収ね、で黒羽の旋風の効果発動する、で羽旋効果、シャマール、違う、これバータだ、危ねえ、でバータ特殊召喚、これちょっとね、手順間違えるとなんかバグるから、この通りにやっていただければいけんですけど、はいはいと、チヌーク回収で、これチヌークが一応なんか無限包容的なね、なんか動きするんですけども、で幻陽君の効果によってブラックフェザー毒活のシムーンをリリースしながらトークンが出る。でブラックフェザー精鋭のゼピロスの効果、黒羽の旋風を戻してゼピロスを特殊召喚で羽旋発動、これもう一回発動するとね、単一のなんか一旦に一度ところ名称して単位じゃないからもう一回使えるっていう、はい、で
違う、ボレアスで、これはまあどっちでもいいんだけど、原用のスズリ巻き込んで、これもどっちでもいいな、まあ、レベル4だとどっちもいいわ。で、これで、ボレアース出す。で、ボレアース効果。あ、ちなみに、今、縛りでね、シンクロモンスターで、かつ闇属性しか出せないっていう縛りついてるんですよ、今。はい、だそれだけ注意ですね。で、黒羽の旋風の効果発動する。で、シャマール、除外ゾーンから呼び戻してきて、このシャマールもね、これ、ね、中7のがめちゃくちゃ偉いんですよね。なんか手札からぶん投げながら除外ゾーンに行って、さらにチューナーだから戻ってきて、なんか真空さんになれるとかいう、ガチでめっちゃぶっ壊れ。で、ボレアースと、ゼピロスでシンクロガーデンローズインメイデン。OK? で、ガーデンローズメイデンの効果。真空召喚時、デッキ墓地から、ブラックガーデンをっていうのが言われてる。で、ブラックガーデンを発動。ブラックガーデンを発動すると、なんかモンスターが特殊召喚された時になんかトークンをね、なんかその特殊召喚した方の相手のプレイヤーの、まあ、ゾーンに特殊召喚するっていう、まあ、そういう効果なんだけど、ブラックガーデンの効果によってこれでモンスター用意してきて、で、ね、ガイザーで、ね、叩き割るね、こうね、コストを用意すると。で、ガイザー対象取ってトークン破壊する。で、トークン破壊する、いやもういいですかね。で、ガイザー破壊された場合効果発動してデッキから、原流族モンスター特殊召喚できるんで、ここでヘイカーを出してくる。はい、で、トークンがもう1個生まれる。で、ヘイカーっていうガチでヤバいモンスターが、そのシンクロ素材になると、なんかそのシンクロ素材にしたモンスターに戦闘破壊耐性を与えるっていう効果があるんですね。で、シャマールとヘイカーでとりあえずまず雷霧を特殊召喚すると。はい、だから要するにこれで雷霧が戦闘破壊耐性が付与されてる状態になっているということなわけでさ。で、ブラックガーデンの効果で、植物毒モンスターとこのカード全部破壊すると、自分の、墓地から破壊されたやつと同じ、まあ、合計のかける800の攻撃力守備力のモンスター特殊ができるんで、これで兵感出す。黒き旋風よ、天空を突き破る翼となれ、真空の召喚舞い上がれ、ブラックフェイサーアルティメットフルアーマードウィング。このモンスター今戦闘では破壊されません。何が言いたいか、今このブラックフェザーフルアーマードウィングさんはアルティメットモードとなっておりまして、何の効果も受けず戦闘では破壊されない守備力3000の壁、つまり相手はほぼ突破することは不可能、そういうこと。サノス・エレス・クルヌギアスと怪獣だけ本当にやめて、マジで強いんですよこの耐性が。はい、もともとね、フルアーマードって耐性めっちゃ硬いんだけど、他のカードの効果受けないから、これをヘイカンっていうな、そのモンスターの、うわ無限攻撃きた、うざうざ、モンスター効果を発動すると700バーンを一生稼がせてくれる最強のモンスターだったのに、まあいいや、多分ティアラメンズだな。でこれね、フルアーマードウィングさんがマジで硬くて戦闘で破壊されないんですよ。だから、まあ、ちょっとディアラメンツの場合はね、サロスエレス入ってるパターンだけど、たまにちょ入ってなかったら多分ね、ま、一応あと怪獣、あの画面シエとか入ってるパターンあるんだけど、入ってない構築めちゃくちゃ多いじゃん今。今のもんって普通のね、一般的な優等生構築って多分サロスもあれ、怪獣も多分入ってないんですよね。でその構築にはね、これを突破する手段がありません、基本的には。戦闘破壊対戦フルアーマードウィングという最強のモンスター突破することができなくて、で終焉のカウントダウンぶち込んでるんで、あと20ターン後に僕が勝ちます。はい、何もなければレイノハート、いいよいいよ、全然いいけど、いやこれねマジでね、本当サロス入ってるかどうかげなんだよ、ね、本当にマジでそこに引っかかってます、すべてはね。はい、いいでしょう。こっからモンスター5体って言われるのがいっちゃんきちいんだけど、タコ出てくんのはいいわ。タコはもう別にいいや、もうどうでもいいわ。いやもうなんかフルアーマードの完全体制をね、信用しきってるんで、この展開はこっからなんか巻き込まれたらおしまい。はい、エルフどうぞ。いいでしょう、対象を取れない、もう関係ありません。あんまり対象を取る効果、まあでも一応あれか、フルアーマードでパクで効果が対象を取っちゃうから、そこだけちょっとあるな。はい、でフルアーマード効果、
モンスターの効果発動されるとなんかあのくさびカウンターをねあのバイドラ巻いてで次のターンにくさびカウンター置かれてるモンスターパクれるっていう効果があるんだけどこれ対象取っちゃうからギガンティックスプライドはいどうぞ3200点きたやばいこれ相手これあれか戦闘で突破できると思ってるやつこれもしかしてもしやのあれてかねこれねいやこれこれもまだなんだけどこれフルアーマードウィング見ただけでは分かんないんだよこれ影響がなんかね書いてないのあのね戦闘で破壊されないかとか分かんないんだよねなんかこれ、まあ、不親切なところなんだけどマスターデュエルの遊戯王マスターデュエルのめっちゃ不親切なところでシンクロス際になった時のモンスターの効果の影響みたいなのが分かんないから今フルアーマードが戦闘破壊されるかどうかみたいなのってなんか6でしか確認できないんだよね多分そうエクシーズとかだったらなんか影響っていうのが出てなんか見れるんだけどなんでかフルアーマードさんの体制は後から確認することができなくてちゃんと見てないといけないというこれ多分だけどこれ殴ってくんじゃないかなこれこれね多分ねこれねなんかわちゃわちゃ回してなんかドヤ顔でなんかぶん回してるけどこれ多分、ね、ぶん殴ってくるよ多分ぶん殴ってバイーンってなると思う多分ああバトル来たほらこれ無理なんですよはいなバイーンってなったのほら固まってる固まってるそうこれ見れないんですよねこれ見れないんですよなんかどこにもないですもんね関連カードとか見ても意味ないしなんかそのフルアーマードの素材になって戦闘破壊できませんみたいなその体勢って一体どこ見ればわかるみたいなそれはもうねログを確認してねあの何を素材にしたかみたいなねあのやつ見るしかないんですよこれあれこれサロスねえなさてはこれサロスねえわこれ来たわサロスないじゃあ突破できないと思いますよ何この脳死ティアラメンツくん脳死ティアラメンツくんこれフルアーマードがなんで戦闘破壊されるか分かってなさそうなんか分かってなさそう草いやちょっと待って終焉のカウントダウンの演出見てけようーんなるほどまあ何にもないけどまあ動けるハンドではあるだ意外とさこれシムーンスモアでシムーンで旋風波動いやこれなんか意外と貫通できそうな気がするなスクラップかなるほど珍しいですね一体全体これは何をするタイプのスクラップでしょうかスクラップ展開もななんか結局石図踏むからななんかここがななんか石図とか踏まないね展開とかあったらいいんだけど結局墓地リソースめっちゃ使うし墓地蘇生するしねラドンやばそうだななんか盤面弱くないなんかトークンとなんかアクセルシンクロンしかボレアース兵艦だと何レベル10え嘘えなんか兵艦フルアーマーの出てきたんだけどチキンレースえどういうことやばい始まった急に神ゲー始まりました急に兵艦フルアーマードミラー始まりましたやべえ急に兵艦フルアーマードミラー始まったなるほどなんかやばいこと起きてるけど、まあ、とりあえず一回旋風発動するでしょまあ、とりあえず一回スズリからでいくかあいやこれあれあシムーンサーチしてシムーンから入ったらよかったな一応やばいミスったまあでもまあ大丈夫かあのスモールバルがあるからでどっちにしても持ってこれば大丈夫だはい OK でまあ、シャマール持ってきてぶん投げてまあ、こっからはあと展開同じなんですけど基本的にはねブラックフェザーのなんだっけシムーンがいないから盤面がなんかあれだけど同じです基本的には基本的には同じやることはねまああれも一体モンスター余るんで盤面になんでとりあえず一回ちょっとランサーのシャマール効果発動してはい、まあ、相手もね
フルアーマードを、まあ、立ってくれたんで、アルティメットフルアーマードをね、こちらもね、アルティメットフルアーマードでお答えするっていうね、そういうシステムにいきましょう。BF なんか、新規モンスターが全然なんか使われんくなっちゃって、なんか、あれだよな。あの、今回のさ、ストラクチャーで追加されたモンスターばっかりになっちゃってるじゃん。そこはちょっと若干、なんだろうな、気に入らない点だね。なんか もともとやっぱゲイルとかブラストとかをバン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 前に出して展開していくべきだったんで、なんか今回のその強化ってもうほとんど新規モンスターだけで成立してるんですよね。まあ一応ブラックフェザードラゴンがなんかその展開に使えるっていうのはいいことかもしれないけど、なんかねちょっと若干その新規過去のというか元々のVF も活躍するような感じで強化してくれると一番ありがたかったかなと思いますけどね、個人的には、うん、まあ、まあそれ置いといて、まあ強いんでまあいいんですけど、はい。でフルアーマードは OK、 もういいよ。フルアーマードにはフルアーマードぶつけんだよ。ボレアス&ゼピロスでシンクロ紹介していく。でグアディングローズメイレーンを出していく。 OK。 で効果発動で、ブラックガーデン手札加えてブラックガーデン発動。チキンレースであれ引けばいいな。終焉のカウントダウン、相手どうやって勝つのか知らないけど、終焉のカウントダウンを引いた方が勝ちみたいな、終焉のカウントダウンミラーの可能性すらあるないか。あんななんかスクラップとかいうインチキモンスターの効果でフルアーマードを立ててるような輩には負けるわけにはいかねえからな。さあガイザーの効果発動、破壊された場合自分の敵からヘイカーを特殊召喚、そしてトークンが生まれる。さらに、ライキーリーを特殊召喚。あ、ちなみにライキーリー意外とね、レベルボレアスでレベル操作すると出ることあるんで、1枚入れといたらなんか破壊状効果飛ばせることあって、なんかちょっと強い可能性はある。はい。でブラックガーデンの効果、植物族モンスター全部破して兵艦を特殊召喚、レベル3の兵艦にレベル7のライキリをチューニング、黒き旋風よ天空を突き破る翼となれ、真空の召喚舞い上がれ、ブラックフェザーフルアーマードウィング。坊や、くしくも同じ構えだな坊や。おや坊や、くしくも同じ構えのようだな。イナゴの軍勢除外して、はい、うらら持ってきとく、これうらら持ってきといて、これうらら、ちなみにね、増殖する時期やで持ってこれるようにしてます、一応スモールワールドでね。でデッキからカードを1枚取ろう。あーリブとかセット、いやーこれ終焉のカウントダウン引けないとマジでお見合いが始まる。ブラックフェザーフルアーマードウィング VS ブラックフェザーフルアーマードウィングの完全体制 VS 完全体制。ちなみにこうされるとこれお互いにお互い突破できません。はい、お互いにお互いを突破できないという地獄が始まりました。泥仕合すぎる、なんだかのクソみたいな、でもう8ターンだぞ、やばすぎる。頼むそろそろ来て、いや来て来て、おらー20ターン後てめえはデュエルに敗北する。チキンレースの効果で一応破壊しておくぜ。もうお前にドローはさせねえ、もうてめえにドローはさせねえ。さあかかってこい、お前の命はあと19ターン。これ相手これ何してるか分かんねえな、これ何がしてんだろう、これなんか相手異常にドローしてんだよな、何がしてんだマジでやばいぞ。攻撃マナズバーもう無理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 、全然ダメ、なんかやばいこと しようとしてるもん絶対に。なんかデッキなんかめっちゃ掘って、なんかすごい動こうとしてんだよ強引に。いやー分かんねえ、ナリキンゴブリン来ちゃった。なんかおかげさまでライフポイント300ポイントになってますけど、相手殴ったら勝てるとか貫通能力あたり1インサス居合ドロー、やばい、あかん、あかん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 、それはあかん、さすがに。いやただ俺もあと12ターン、つまり6ターン耐えれば勝てる。なんだターン16って、長すぎる、なんだこのクソデュエル、クソデュエルじゃねえか。頼む頼む、耐えてくれ俺の心臓、エンドフェイズ、お前の命はあと何ターン、これあと7ターンいける、3ターン耐えればいけるぞ。嘘だ
嘘だと言ってくれ。